あらもむじかです。ということで、今、緊急で動画撮ってるんですけど、ですね、まあ、最近、荒野行動のね、公式が発表した公式のツイッターでね、まあ、ツイートして僕も動画にしたんですけど、これ100円で、1000金券か。まあ、2000円分の課金ができるっていう、バチクソチートな、情報がまあ、公開されてるんですけど、基本的に支払いが iTunes ストアとか、クレジットカードとか、PayPal とか、ネット決済がメインなんですけど、まあ、キッズってアホだからクレジットカード持ってないんですよ。だから、基本ね、使えねえと、クレジットカードもできないしペーパルもないからどうするみたいな感じなんですけど、まあ、コンビニ決済っていうものがあって、でそこでファミリーマートとかローソンでできるみたいなんですね。で手数料確か190円ぐらい、上乗せされちゃうんで、100円プラス190円だから約300円あれば1000金がゲットできると、まあ、300円あれば2000円になるみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっとねやり方わかんねえみたいなねコメントで出てたんで、ちょっとそれをね今回実際コンビニでね、やってどんな感じなのかっていう、親にバレないのかみたいなね、ちょっとやってみたいと思います。はい、そしたらまず荒野行動の公式ツイッターに行ってもらって、でどこだっけな、これか、公式チャージセンター大ごとアップデートってやつ、この100円が1000金券になるぜやっとけみんなみたいなやつがツイートあるんで、ここのリンクから、まあ、こちらのサイトに飛ぶと。でこれログインする、荒野の ID でログインする必要があるんで、ちょっと荒野の ID をですねコピーして、プロフィール画面からコピーして、でここのサーバーを、まあ荒野行動、まあグローバルか JP だと思うんですけど、サーバー選んでここにさっきコピーた ID をペーストすると。同意か。このチェックよく忘れるんでね、みんな。でチェックして入ると、まあログインしましたって出るんですけど、こっからこのコンビニあるね、コンビニチェックして、で100円を選ぶと。でこの右下のチャージかな、これいってみますね。ちょっとさすがに100円のコンビニ支払いしたことないんで、支払い完了、注文履歴、なんだこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかバグったな、これ押して、なんだこれ、購入回数上限、なんかダブルでやっちゃってる、あ飛んだなんだ、まあ、とりあえずこのページに行けばいいと。 xsolla.com、 はい、でこれコンビニ支払うって言って、領収書を受領、これメールアドレスないとちょっときついかもな、メールアドレス、なんでメールアドレスはさすがにちょっとね、適当なメールアドレスを準備してください。まあ、適当なというか、メールがちゃんと受信できるって自分で確認できるアドレスですね。で、メールアドレス入力したら今すぐ支払うタップ。そうすると、あ、この画面になるな。お支払い金額290円って手数料として取られますと。でファミマーにします。ファミマーにして、氏名を入力。これなんだろう、適当でいいのかな ?MU にしようか。で、メールアドレス。メールアドレスまた同じのでいいのかな、なんか、さっき入力したのが反映されるわけじゃないんだろう。ちょっとまた入力します。入力すると、お支払いボタンが押せるようになったのかな、これを押すと、ここに左下にお支払い受付番号と確認番号みたいなのが左下に出ましたね。ちょっとこれで緑色のコンビニの機械で支払うと思うんですけど、ちょっとそれやっていきますね。はい、ということでコンビニにやってまいりました。コンビニのね、最近はすごいですね、緑色の機械じゃなくてね、コンビニのこのコピー機に多分なってると思うんですけど、はい、先ほどの番号を確認しながら代金支払いチャージの左上をクリック、そして次へをクリック、そして番号入力をクリック、そしてですね、上と下で2つ番号があったと思うんですけど、まず上の方にある番号をちょっと入力していく、入力してきたら OK をタップクリック、でその2段目ですね、上と下あるうちの下の方の番号を入力、そしたらただいま起動中ですと出ます、そして通信中でと出ます、上記の内容を確認してください、タップ、はい、先ほど入力した名前が出てますね、ま、名前何でもよかったっぽいですね、はい、そして左下の赤いボタンをクリック、そうすると、印刷してレシートみたいなのが出てくるんで、レジの方へ向かいましょう、あとは300円を出すだけ。
かわいいなこの子。はい、ゲットしましたということで以上でございます。はい、ということで今終わったんですけど、特になんかこの画面には変化あったわけじゃないですね。とりあえず支払いが完了して10円のお釣りをゲットしました。はい、でそしたらこれでアカウント戻るとちょっとメール来てる的な感じなんかな。マジで特になんか支払い完了しましたとか来てないけどな。これでこのアカウントは全然金券入ってないんで1000以上になってたら、あ、できてるわ。え、すごいね。あ、来てる来てる、チャージ報酬のお知らせ来てるわ。あ、全然いけるじゃん。おい、お前ら見たか、できるぞ300円とお近くにコンビニございましたら、ファミマーから放送、あとなんかあったけど、あったらできますよこれね。しかもで、これでもう、じゃあちょっと引いてきますか、テンスラ。うわ、すごいね。10連引けるわ。10連いきますよ。早速使っていく。で、あとちなみになんか、チャージセンターも、あ、ダメだ。お、すごくない？オレンジ。オレンジえぐ。まあ、とりあえず爆死でしたけど、まだ550あるし、このコインもあるからね、なんなら。なんだっけ、右上の、お、え？ビタ。右上の言語をさっきのチャージセンターの言語日本語でやったと思うんですけど、あれ中国、なんだっけ、エリアか、ちょっと待ってください。あ、これか。このジャパニーズをエリアをなんかアザーズにするとなんかもう一回できるらしいですね。でさらになんか台湾の支払いにするともう一回できるらしいですね。おーっと、とりあえずはとりあえずはこ確定、ダメか。いや、無課金アカウントは結構、まあ課金してるけど、神引きできる噂がないですね。あ、終わりました。もしかして。いや、終わりましたが、終わりました。あ、いける。あと1個いける。あと1個いけるよ。頼む。頼むって、そろそろ。オーケー、来てない。はい、多分これ初回チャージとかだったらこの辺とかもらえんじゃない。あとバインド金券だからバトルパスのアップグレードはなんかできないかもしんないですね。ちょっとできませんでしたみたいなコメントがあった気がします。はい、その辺バインド金券の概念は分かんないんで自分で調べてください。そのちょっとぐらい自分で調べないとあれもう赤ちゃんになっちゃうよ。はい、ということでした。